頼む早く。ありがとうございます。巨人の数を減らせたかな。ヘレン、あとは頼んだよ。あの縁談、何が起こっているんだ。みんなの余裕だ。だぜ、任せていいや。こんな時に。ジョン、何やってんだ。まさか一体起動装置が故障してんのか。やばそうだね。間に合うかな。今助けるぞ。アルミ、行ってやろなんとか立体起動ができる。ユーザーは倒した。それはいいけど、巨人に囲まれたよ。どうする。行ってやろう。アルミ、それに同期の新兵か。ここにいちゃまずい。壁まで逃げるぞ。あんなの余裕だ。なかなかやるじゃないか。悪い、手を貸してくれ。相手する。狙いどおり。
何もできなかったあの時とは違う。無事だ。よかった。よし、俺は任務に戻る。お前ら死ぬんじゃねえぞ。もうすぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。
考えれば、あの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、作戦失敗だ。分かってたよ、秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか。おい待て、エレン、ミカサ、一体何が。救援要請だ。完璧だろ。まずい、誰か。あんなの余裕さ。ありがとう。ここからは君たちを援護するよ。巨人が、くそ、群がってくる連中を倒すぞ。何をしているんだエレン。ミカサ、作戦はどうなった。エレンはどうなっているんだ。その巨人にはエレンの意志が反映されてない。作戦は失敗した。このままじゃ全滅する。あんなの余裕さ、言ってやろう。ベルトだ、任せて。分かった。イエーガーのやつ、私たちにも攻撃を。
言ってやろう。調子だね。ルーザは。エレンの周りの巨人は何度か人通り討伐できた。ここから出す。ミカサたちはここを巨人から守ってくれ。行こう。後方の巨人をやれ。三度と俺で前の2体をやる。イエーガーを無防備な状態のまま置いてはいけない。こいつのために今回数百人は死んでる。まだ続けるなんて本気なの？なら教えてくれ。人間性を保ったまま人を知らせずにどうやって巨人に勝つ？任せて。そんな方法私が知ってるわけない。なら俺たちは人間兵器とやらに命を投げ打ってけなげに尽くすしかない。
相手する。
ランパスミクサー当たりませんか。うまくやってくれたようだ。あとは僕が。後頭部からうなじにかけて縦1メートル横10センチ大丈夫。真ん中さえ良ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。アルミ外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの。どうしてだって、そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。